本日もですね、エフォートチャンネルを皆様にお届けしていこうかと思います。今日はゴルフプライドの清水さんを招きしてじっくりお話を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、まあ、今年もね、2022年ももうすぐ終わりになって、まあ、毎年うちはあの年間のランキングとか皆さんにご紹介してるんですけど、グリップ部門でいうと通年ゴルフプライドのトップっていうのはもう不動シェアでいうともう半分に届くぐらいの勢いで、毎年毎年ゴルフプライドさんのグリップが一番なんですね。で、まあその中でもツアーベルベットは360、それからツアーベルベットラバーって、このまあ2大巨頭はずっと変わりなくコンスタントに売れてるんですけど、で MCC っていうグリップがですね3番手に来てまして、でここ最近やっぱりそのカラーリングですとか、あとは太さのバリエーションとかも MCC は増えてきて、で今日はねちょっと清水さんからその辺のお話を伺っていこうかなと思いますんで、でまずはあれですね、近年ちょっといろいろ欠品状況っていうところで、まあ御社にも本当にご迷惑をおかけしてたっていうところもあるんで、まあちょっとそれは本当にこの場を借りて、まあ、もちろん消費者の方っていうのが一番本当にご迷惑をおかけしてたところでもありますので、カメラに向かってですね、たくさんのユーザーをご覧になってると思うんで、本当に申し訳ないです。真摯に、はいはい、ちゃんと謝ってますんで、すいません、すいません、すいませんがもう口癖になってますんで、ね、ここ2年ぐらい本当にご迷惑をおかけしたなっていうところはありますので、本当にその辺、まあ、来年は2023年ぐらい春ぐらいからは本当にお店の方でも欠品がないようにっていうところで、まあ、しっかり対応していければなと思ってますので、大きく分けて、まあ、クラブっていうのは、まあ、ヘッドがあって、はい、シャフトがあって、まあ、グリップがあるというところで大きく、まあ、3つに構成されてると思ってまして、まあ、その中でもやっぱりヘッド、シャフトっていうところでは、まあ、非常に皆さん注目されてるっていうところはあるんですけど、まあ、なかなかやっぱりグリップっていうところっていうのは若干やっぱりニッチなところでもありますし、なかなかまあ日の目を見ないっていうところまであれですけど、まあその3つのパーツの中では注目度が低いかなっていうところはあるんですけれども、まあそんな中でやっぱりグリップっていうのも一つのフィッティングというところで、皆様の方に自分の合ったもの、まあ合ったものって手が小さい大きいとかってそういうのはもちろんなんですけど、まあ自分のフィーリングですとか、まあそういったところを本当に重視していただいて、ぜひグリップっていうところを注目していただければなと、まあ、そういった中で、まあ、うちの中でも先ほど言ってたゴルフプライドの製品で、まあ、やっぱりこのツアーベルベット、まあ、こちらは本当にもう1995年ぐらいの発売で、もう本当に25年以上経ってるグリップなんですけども、ね、売れ筋ランキングでも、まあ、上位に来ているし、まあ、かなりの使用率っていうのもまあプロの世界でも誇ってますし、なかなか25年、まあ、ちょっと手前味噌ですけど、売れ続ける商品っていうのは私たちのも驚いてるなっていうところはありますね、うん、違うグリップメーカーさんからの僕が聞いたね話をちょっと紹介するとですね、だいたいこのグリップに追いつか追い越せっていう開発が進めてて、だけどこのベルベットラバーのこのなんとも言えない硬すぎない柔らかすぎないって、このしっとり感というか持ち感ができないんだと、これ新井さんなかなかなんですよって言って、ツアーベルベットを、まあ、基準にして、まあ、いろんなもちろんグリップを今開発しているというところにもなってきてまして、まあ、大きく分けてうちの中ではラバーグリップ、それとハーフコード、この MCC の、手袋で握る方は、コード、そして、利き手の方、まあ、すでにそうですね、握る方は、ラバーというこのハーフコートタイプと、まあ、こちらは、結構硬い上級者向きのグリップになってくるんですけども、まあ、フルコートタイプというところで、まあ、大きく分けてこの3つが構成されているかなと思ってます、はい、一般のユーザーの方からのシェアもかなり高いですし、まあ、ありがたいことにプロの、方のシェアというのも高いですし、プロからの要望で使っていただいているというところで、非常にありがたいところで、まあそういった使用率が高いっていうのは、まあ一つフィードバックがすごく取れるっていう利点もありますので、まあそういった中でかなり開発に生かせてるっていうのが今の現状になってますね。特に例えばこの
MCC プラス4っていう商品があるんですけども、はい、これはまさに本当にツアーのフィードバックからできたグリップでして、うん、下の部分ですね、こっちがだいたい下巻きテープ、うん、まあ、4枚巻き相当ぐらいの太さになっていまして、うん、まあ、基本グリップってこうテーパーが効いてるんですけども、はいはい、まあ、寸胴なタイプになってまして、うん、やはりちょっと利き手を変な動きさせたくないとか、っていうところのまあフィードバック、まあ皆さん結構巻いたりするので、まあそういった中からまあ生まれたグリップでもありますので、まあそういったところは製品開発にすごく活かせてるかなっていうところになりますね。まあお店の方からは、まあ今までね下巻きテープで調整されてるって方もいたんですけど、まあこれが出たことによって、まあその手間も一つね省けてるっていうところもあるので。お店の方とかにとってもいいのかなっていうところはありますよね、うん、そうですね、はい、それは本当に助かってますね、うん、でこの MCC っていうのはデザインがまたこう風変わりというか、デザイン性もすごくグリップって大きいと思うんですね、はい、これは今色で言うと何 SKU あるの今年、まあ、2022年までは、うん、プラス4の方は、20品目、うん、MCC チームスっていうものが出てたの、うんうんうん、プラス4チームスっていうのは20品からありましたね。でそれが来年になるとどのぐらい、来年はあの半分ぐらいに絞りますので、半分ぐらい、はいはい、まあ力みの話で言うと、まあ、この辺、CP2 CPX っていうこのモデルなんですけども、この辺私たちの方で今言ってるのはコンフォートカテゴリー、まあ、快適さっていう、まあコンフォートっていう、ね、はい、ところなんですけど、まあ、まず握り心地がいいっていうところですね、うんうん、まあ、すっごく柔らかい、うん、グリップですね。先ほどちょっとお話ししたあのコードが入ってる MCC とかとはまたちょっと真逆っていうところではあるんですけども、まあ、非常に柔らかいグリップになりますね、まあ、それとこれも寸胴タイプになりますので、基本的にはテーパーレス形状っていうところになりますね、まあ、この CP2 と CPX は、まあ、1つの品番で4サイズあるので、アンダー、はい、スタンダード、ミッド、ジャンボ、ジャンボ、ジャンボサイズっていうのがありまして、はいはい、1つのグリップで4サイズ、そうですね、4サイズはないかな、はい、ね、ないね、珍しいところだと思いますね、うんうん、確かに確かに、でアンダーサイズでいうと44グラム、45グラムぐらいなんですけど、はいはい、ジャンボになると80グラム以上になってくるんですね、うんうんうん、そうするともう本当に、まあ、全く違ったグリップっていうところになってくるんですけど、うん、まあ、クラブでまあ悩みとか、まあ、いろんなのがあると思うんですけど、まあ、そういったところでクラブの性能を、まあ、一つのグリップで、いや変えますよね、全く違うものに変えることができるっていうところでも非常に、うん、まあ、面白いあのサイズ展開にはなっていますね。なるほど、なるほど、はい、御社の統計では、はい、まあ、スタンダードサイズ と、ミッドサイズの今全体の比率っていうのは去年一昨年ぐらいからかな、やっぱりあのミッドサイズのグリップっていうかプロなんかも使い出して、うん、競技志向の、アマチュアゴルファーにもそうやって派生してって、今何割ぐらいミッドがもう定着してるのかしら。本当に今全体でいうとまあ4割ぐらいは本当に定着してて、うん、4割もなんだ。ミッドサイズとスタンダードサイズ用意しているものだと、うん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 、ものによっては本当にミッドサイズの方が6、4ぐらいで売れてるっていう商品もあるので、なるほど、かなりミッドサイズグリップっていうのが市民権をここ数年で得てきたかなっていうのがありますね。本当にさっき新井さんの話でもあったように、まあ、プロの方っていうのがやはりミッドサイズを警戒がなく使ってくれてるっていうのが一つ、まあ、今までやっぱ重量が重いっていうのはね、クラブのヘッドバランスがどうしても軽くなって、まあいろんな意味であったと思うんですけど、まあそういったところを一つちょっと置いといても、かなりミッドサイズっていうところが認知されてきてるかなっていうところはありますね。なるほどね。やっぱりねグリップも本当にそういった中では進化してきてると、機能特性が何かしらあるグリップっていうのはやっぱり作っていきたいなっていうところで、利き手を太くしたりですとか、まあこういったアライングリップって言ってこのバックラインを可視化できるように、誰が見てもおこのアライメントが取れますよっていうところでバックラインを外に出して見たりとか、まあいろんな取り組みをしてる、まあ寸胴にしたりですとか、
一番もしかしたらバリエーション取れるのはグリップのパーツかもしれないですよね。さっきあの冒頭でね清水さんがおっしゃったヘッドシャフトグリップっていうとどうしてもグリップがあの後手後手になってるっていうのは確かにそうなんですけど、僕なんかは逆にグリップが一番バリエーションがあるし、グリップでもうそのクラブ変わるので、うん、プレイヤーと道具の唯一の接点がここになってきますんで、僕的には一番なんか外せないというか、クラブが変わってもグリップは変わらない。でこの CPX っていうのが今年、あまだ今年だっけ、今年です、はい、あこれはちょっと僕的にはギョギョって感じだったんですけど、なんでかっていうと、あ割とゴルフプライドコンサバなのにこう来たかっていうのでちょっと驚いて、これがまたね売れてるんですね、これがね非常に、うん、人気、うん、嬉しいことに、やっぱこの柔らかさ、うん、柔らかさとこの脇を見ていただくと、このダイヤモンドカットのこのキルティングパターンに、うんうん、ね、アウトドア の, あの洋服なんかでもこういった、はい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 、今素材使ってるところとかもあるんですけど、はい、まあ、こういったキルティング加工を施してまして、はい、手に馴染んでくるって言って、うんうん、まあ、手に吸い付いてくるっていうところがあの非常に感じられると思うんですよね、うん、まあ、それとこのダイヤモンドカットのこの細かい溝のこの2つによってこの柔らかさと手に吸い付いてくるような感じっていうのが出てきてますね、うん、あの CP2 っていうのは本当に2014年ぐらいですかね、はい、に出て、うん、まあ、これも10年近く経つグリップにはなりますけれども、まあこれと似たような快適さを求めたグリップではなるんですけども、うん、まあ、非常に表面加工を複雑に施して、うんうん、まあ、そういった雨とか汗とかにも強くしているというところになりますね、うん、でもねパッと見ちょっと近未来的な感じではあったりするので、うん、ね、うん、ぜひ本当に試していただきたいグリップの一つですね、うん、すね、うん、このエンドキャップなんかもね、ここだって一体でしょずっとこれ、そうです、うん、かっこいいですよね、本当に近未来的っていうか、うん、本当に柔らかく握れるので、ね、うん、力みが少なくなるっていうところでは、うん、本当にティーショットですとか、うん、まあ、そういったところではすごくいいグリップかなとは思いますね、うん、やっぱりこう握るとここ、ね、肩にも力入るので、やっぱり本当に力みっていうのは一番ダメですね、ダメですよね、うん、まあ、そういったところでこの CPX ですとか CP2 とか、まあ、こういったあの本当にフィーリングが柔らかいもので、うん、ソフトに握っていただくっていうところは非常に力みが取れる一つのあれかなと思いますよね、うん、なるほど、分かりました。ゴルフプライドは来年は何かこう、来年はですね、ありますか、来年は新商品はなしです。おっと、2024年に、うん、はい、今新商品を開発中と、開発中、そうですね、ああ、なるほどね、うん、毎年、ゴルフプライドは、まあ、そのカラーとかっていう追加とは別に、うん、新しい商品を頻繁には出してたメーカーではあると思いますので、そういったところで来年もね、本当は、新商品発売したかったんですけれども、まあ、しっかりやっぱり生産にまずは正常化と、うん、そっちを優先したっていうところもありますね、ことですね、はい、はいはいはい、今日はですね、ちょっと年末お忙しいところですね、このエフォートスタジオにゴルフプライドの清水さんにお越しいただいて、ちょっと内容真面目すぎちゃったんで、あ、そうですか、ちょっと次回はね、もうちょっとこうなんかこうふにゃふにゃっとした感じの、本当はこんなに硬い男じゃないので、はい、今日のねこの、ゴルフプライドの、動画がですね、いいな、良かったな、ためになったなと思う方はグッドボタンと、それとエフォートチャンネルの登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターとね、こちらも毎日更新しておりますので、ぜひチェックしてください。またエフォートチャンネルでお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。